ミルコ・デムーロジョッキーです。おめでとうございます。ありがとうございます。非常に厳しいコンディションの中、レースの前はどんなことを考えていましたか？まあ、すごい大変だったね。まあ、この馬ずっと言ってました、もうずっと自信持ってました。すごい素晴らしい馬ですね。まあ、この馬はもう水曜日追い切りしてましたけど、まあ、もちろん競馬の時はまだ違うのことですけど、すごいいつも頑張ってるの馬です。本当に賢いと本当に素晴らしい馬です。レースの途中はどんな走りを見せてくれましたか？まあ、スタートは良かったですね。まあ、みんな同じ問題だった。 3000m 初めてだから、まあ、この馬は一番の問題はすごい、テンション高いで引っかかるかもしれない。だから馬の折り合いは一番大事だったで、そのままスタートからずっと考えて、もうすごい一番いいとこ行ってました。ノーリさんの馬後ろずっとついてましたで、で目上見ペース上がったの時に、下り上がったの時にすごいいい手応えやったで、直線いい感じ伸びてましたで、この馬負けないみたいな感じずっと気持ちあったです。本当に素晴らしい馬。初めて菊花賞を勝ちました。この点についてはどうですか？もうとっても嬉しい。やっと今年も、クラシック取ったです。なかなか京都の G1 勝ってないです。いつもついてない、選手もついてなかったし、今回勝ったもうとっても嬉しいことです。はい。住井先生の馬ととても相性がいいですね。ベストマッチングですね。そうです。暗所がいい、本当いつもすごいいっぱい乗せてあげる、本当にありがとうは大きいです。さあ、この雨の中大勢の方がまだ残ってデムールジョッキーに声援を送ってくださいました。最後にデムールジョッキーから一言ご挨拶お願いします。まあ、いつも言ってます、すごいこの電気でみんな、待ってる、もうすごいみんな応援してる、もう素晴らしい、とっても嬉しい。本当にいつも言うありがとうございます。愛してる、ありがとうございました。